事故現場のさまざまなケースを想定して行われる訓練。ちょっと絶対視線ずれとったね。前動いたやん。あれ聞いなかったら前に動いとるやん。絶対こう視点がずれとったし、輪止めがなかったっていうのが危ない。この会社では年間3000件以上の劣化要請に対応しています。こちらも事故現場などではよくあるケースだといいます。西川と部長代わって壁当てんように。車のすぐそばまで壁が迫っている状況を想定した訓練。カラーコーンを壁に見立て、ぶつけないように車を引き上げます。今の大体だから時間内ですか、今ので。今のはそうですね。30分かかってますから、もう少し早くできたらいいんですけども。ロードサービスには作業の内容によって作業時間の目安が決められています。転倒した車を元に戻すケース、現場に到着してから作業終了まで30分で終了しなければなりません。制限時間内はクリアでしょうか。そうですね、目標の時間内ではあるんですけども、もう少し安心感がある作業だったり、お客様の車のダメージを抑えた作業ができると一人前なんだと思います。時間内に作業を終了する。小田さんはそれだけでは不十分だと言います。日本の自動車は部品として海外にも出ますから、できるだけ傷がないようにお客様にお返しするように心がけてます。今年の元日に発生した能登半島地震、多くの車が被害に遭いました。車が道路を塞いだ場合、交通の障害となり、災害時には復旧や物資の運搬の妨げになります。やっぱり生活道路の復旧作業をしないと次の作業に移れませんから、いかに安全な道路を確保するかっていうのは皆さんに影響すると思います。2018年、西日本を中心に大きな被害をもたらした西日本豪雨災害。県内でも多数の車が土砂に埋まりました。このようなケースでは車の速やかな移動以外にも注意するポイントがあるといいます。水に浸かった車とかはブレーキ周りにも泥が入りますし、配線にゴミが詰まったりして火災の原因にもなりますから。中には被災から1ヶ月経過して火災を起こした車もあるといいます。動くから安心というわけではないので、水に浸かった車は一度整備工場で見てもらう方がいいと思います。これまで小田さんは多くの現場に出動してきました。その経験から気になっていることがあります。いち早く現場に着いた、僕たちが他の困ってるお客様も一緒にまず道路の復旧っていう目的で移動させていただければ、より効率はいいとは思います。ロードサービスは事故だけでなく、災害や大雪などの緊急時で利用されるサービスでもあります。現場に行くのに4時間かかりまして、現場の作業で1時間で、それから1台のために行くので、それを目的地まで運ぶのにまた4時間5時間かかってしまったんです。今のロードサービスの仕組みでは、利用者との契約などの問題で多くの時間をかけても移動させることができる車は1台だけとなります。普段はいいんですけど、そういう災害現場とか非日常的な時はある程度現場の判断ができると、よりスムーズな解決になると思います。もどかしいところはあります。事故や災害など緊急時の備えは防災につながります。みんなが知恵を出し合い、救援や復旧をより速やかに行うための仕組み作りが今後必要になってきそうです。